はい、皆さんお疲れ様です。ゴールデンウィークね、入られた方も、まあ、いらっしゃるかと思いますが、まあ、お仕事の方はね、お疲れ様でございます。はい、私はまあ休み入りましたんで、まあ、今日もね、まあ、天気悪くなるって話だったんですけど、午前中まあ晴れだったんで、相変わらず朝練に行きまして、で、まあ、いつも行ってる場所行ったんですけど、まあ、鳥さんあんまり出てくれなかったんで、まあ、ちょっと早々に切り上げて別の場所に行ったんですよね。まあ、そこで行った時の話なんですけど、私以外にもね、まあ、カメラを持って歩いてらっしゃる方がいてですね、で私が、まあ、歩いてる、少し、先をね、まあ、歩いてらっしゃる方がいてですね、でちょうどなんていうかな、車とかの道路でいうところの、まあ、つづら折りっていうんですかね、こう U の字でこう上がっていくような感じで、まあ、上りのところだったんですけど、その U の字のまあ、手前の、下側に私がいて、で上側に、まあ、その先に歩いてらっしゃった方が、まあ、いるような状況だったんですよね。でその U の字のこの先端のところに、まあ、今回キビタキかな、まあ、久々に見ましたけど、が出てきてですね、まあ、結構元気なキビタキだったんですけど、が出てきて、あ、これはもう撮影するタイミングだというところで、まあ、私もそうですし、先を歩いていたね、まあ、その方も、まあ、撮り始めたわけですよ。で私は、まあ、基本的にはそんなにね、真正面から撮るってことはあんまなくて、やっぱりなんか木の影に隠れたりとかね、まあ、大きい木があれば大きい木のちょっとそばに寄ってできるだけ目立たないようにして撮るっていうのは常に心がけてはいるんですけど、その方はですね、もうそんなことは関係なくお構いなしで、もうあの、なんていうかな、まあ都市公園なんで、まあ、しょうがないっちゃしょうがないですけどね、隠れる場所もないし、そういった道路のね、上を歩いてるんで、もう普通に撮り始めたわけですよ。でまあ別にそれだったらね、まあそれはそれで別に何も問題はないんですけど、問題なのはその後で、どんどんその方がですね、やっぱり撮ってるうちにですね、こう熱が入ってきたのか、やっぱりもっと近くで撮りたいっていう風に、まあ、思ったのか、まあどちらもね、あり得ることなんですけど、私もねやっぱりそういう風にね思うこともよくありますけど、その方はもう本当に何て言うかな、鳥さんに関係なくもう自分の思いだけでもどん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 いつの間にか前に出ていってですね、まあ、最初はですね5メーターとか6メーターとか結構離れてたと思うんですけど、もっとあったかもしれないですけどね。で、まあ、私はまあ863で見てたんで全然気づかなかったんですけど、ちょっとまあ見失ったなと思って、ね、ファインダーからこう目を離してね、で全体をパッと俯瞰で見たら、いつの間にかその人がもう茂みの前ぐらいのところまでもうずっと歩いてですね接近してたわけですよ。で、まあ、そうこうしてるうちに、まあ、鳥さんがもうどっか行ってしまうと、うん、いう感じで、まあ、もちろんね鳥さんも常にその場所にいるわけじゃなくて、いろんなところをね飛んで歩いてるので、その人のせいっていう風に断言してしまうのはまあ違うかもしれないんですが、まあその人の影響も、まあ、多分にあったんじゃないかなと思うんですよね。結構接近してたんで、おそらく2メーターとかそれぐらいの距離まで接近してたと思いますね。1メーター、まあ、はもっとあったと思うんですけど、2メーターぐらいかな。まあ、なんでこんな前まで来てんだよというふうにちょっと思いましてですね。で、まあ、よく見ると、その人の持ってる、まあ、カメラ、まあ、どこのカメラかわかんないですけど、つけてるレンズですね。そのつけてるレンズがですね、やっぱ、なんていうかな、焦点距離がまあかなり短そうなレンズだったんですよね。どんくらいかな、おそらく300ぐらいじゃないかなと思うんですよね。具体的にどれっていうのは全くわかんないですけど、大きさ的には、私がいつも使ってた Z50 で使ってた50-250ぐらいの、あれよりが小さいか同じぐらいかみたいなレンズのように見えたんですよ。で、まあ、あからさまに焦点距離は足りないと思うんですよね、あれだとね。もうそもそもレンズがちっちゃいですからね。うん。で、なので、やっぱり接近して撮りたいなと思ったんでしょうね。まあ、それがまず一つでしょ。で、あと、音ね。おそらくそのカメラってレフ機なんですよ。もうシャッター音がパシャパシャすごい聞こえてくるんですよ。で、あの音も自分はあまりよろしくないなと思っていて、ミラーレスならね、シャッター音ってレフ機に比べれば結構まだ小さくなった方であると思うんですけど、私個人的にはできるだけそのシャッター音をね、
出したくないタイプなので、まあ、Z7 の場合はあのシャッター音を出したくないっていうのも、ね、あの悪にあるんですけど、やっぱりあの、ね、できるだけこの手ぶれを抑えたいっていうので、まあ、サイレント撮影しか使ってないっていう側面もあるんですけど、例えば今のね Z9、これから出てくる Z8 なんかシャッターレスになるかもしれないですけど、シャッターレス あのカメラであればもうねあの音しか頼るものがないんで、できるだけ小さい音量にして、メカシャッターレスのボディで撮るっていうのは自分は全然それはありだと思うんですけど、レフ機のあのシャッター音の大きさといったらですね、ちょっとこれもうるさいなと思ったんですよね。あの当然ですけど人は全然いないの で鳥さんの飛んでる音とか鳥さんさえずりの声とかね、まあ、それぐらいしか聞こえないような状況なん で風もほとんどなかったしね、うん、でなんか接近はしていくわ、レフ機のあのシャッター音パシャパシャパシャっていうのはすごく連射してる音は聞こえるわで、いやいやいやこれは鳥さん逃げちゃうよというところでですね、ちょっとふざけんなっていう風にね、あのちょっと怒りも湧いてきましたね。で残念でもありましたけど、何なんだと思いますよね。あの申し訳ないですけど、あのそういう方はですね野鳥撮影しないでいただきたいですね。あのなんか鳥さんのことを全く考えてないっていうか気を使ってないっていうかね、そういうのがちょっと非常にあの見えたんで、そういう風にねなんか自分だけのためにやってるとか独りよがりというかね、なんかそういう風な姿勢が見えたんで、あの非常になんか残念でしたね。なんでこんな人がここにいるんだろうと思ってね、まあ、非常に残念でしたね。でまあその後も当然その人はあのその鳥さんがねいなくなった後も、まあ、続けて先進んでったわけですけど、私はもうあのその人の後ねついていってもっていうかその人の後ろを歩いていってもですね、ああもう鳥さん撮れることはないだろうなと思って途中からあの別の道に行きましたけど、もうねなんかなんていうかな、あの鳥さんをね、まあ、撮るっていうのはですね、あの写真を撮ってるんじゃないんですよね、あの撮らせてもらってるんですよ。そこの意識がまず欠けてるんじゃないかなと思うんですよね。でそういう意識がないからそんなズケズケと前に行ったりですね、シャッター音バシャバシャ鳴らしてみたりですね、別に鳴らしてみるって、まあレフ機の場合はねサイレント撮影ってあるのかな、まあ別になんだろう、まあレフ機の場合はねちょっと音量を小さくするってこともできないでしょうけど、なんかもうちょっとね気を使ってね、せめて焦点距離、長い焦点距離のものを使いましょうよって思うんですよね。なんか非常にちょっと残念だし怒りも湧いてきたっていう出来事がね今日ありまして、で私がまあ863使ってるっていうねのもですね、やっぱりそういうメリットもあると思うんですよ。あの863の場合は焦点距離が長いんで、あの近づきすぎるとダメなんですよね、逆にね、あのもう画角に入ってこないし、そもそもピントも合わないしね、最短撮影距離も長いしね、うん、っていうやっぱりメリットもあってですね、やっぱりその鳥さんとのこの距離っていうのをある程度その圧迫感を与えない距離を保てるっていうメリットもやっぱり乗望園にはあると思うんですよ。なのでできるだけやっぱり長い焦点距離の長い乗望園を、まあ、使う必要があるのかなって思うんですよね。もちろんその鳥さんをちゃんとクローズアップして撮れるっていうのももちろんですけど、ある程度そのなんだろう、ワーキングディスタンスじゃないですけど、鳥さんとの適切な距離を保つっていう意味でも乗望園っていうのはやっぱり使う必要があるのかなって気するんですよね。うん、でやっぱり意識の部分ですよね。さっき言ったその撮らせてもらってるっていうところ、そこの部分を、なんだろう、肝に銘じるというか、それがあって初めて野鳥撮影を、まあ、するというのが大前提だと思うんで、なんかねそういうなんか意識がない方にはぜひ野鳥撮影やめていただきたいなと、はい、いうふうに思いますし、これからね私の動画とか見ていただいて、あ、鳥さん撮ってみたいなって思ってらっしゃる方はですね、そこの意識の部分をぜひ持っていただきたいなというふうに思いますね。で、これは別に鳥さんに限った話ではなくって、野生にいる例えば動物とかね、まあ、そういったものも同じで、基本的には人間の方が、その動物とか鳥さんとかねいるところに、まあ、侵入するような、むしろこっち側が侵入者なわけなので、
撮らせてもらってるっていう意識でね、できるだけ、そういった自然の動物に対してこう悪影響を与えないようにね、まあ、できるだけ、息を潜めて、でこっそりとね、で、遠くからこうこっそり撮影させてもらうっていうね、っていうぐらいで、本当にあの抜き足差し足じゃないですけど、本当に忍びみたいな感じでね、こっそり撮影させてもらうというのが、まあ、どちらにとってもメリットがあるんじゃないかなというふうなことをね、まあ、今回本当にあのちょっと再認識させられましたね。はい。なのでもうやっぱりレフ機はやっぱやめた方がいいですね。レフ機使うにしてもサイレントモードかな、多分電子シャッターレフ機も多分ついてますよね、わかんないですけど、まあもう今はねミラーレスでシャッター音出すんであればね、うん、ミラーレスのシャッター音ってまあそれなりに音も出ますけど、レフ機よりかはやっぱ小さいとは思うんでね、あのシャッター音もね、正直あんまりよろしくないなと思うんで、まあこれからはぜひミラーレスをね、検討していくのがいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、ということで今回はちょっとね、今日あった残念だしちょっと怒りも湧いたっていうお話でございました。はい、皆さんあの、まあ、ゴールデンウィーク中ね、野鳥撮影できる機会っていうのはたくさんあると思いますんで、なんか天気悪いとも言ってますけど、週明けてからかな、はい、またちょっと天気のいい日もあるみたいなんで、その時はね私も行こうと思いますけど、まあその大前提をねやっぱり守った上で楽しんでいきましょう。はい、ってことで今回の動画はこんな感じで終わろうかなと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。